皆さんどうもこんにちは、比較ゲームズです。本日もウィーラープリ2020やっていきたいなとは思います。今日はですね、7月27日からやってきた東京 FP プレミアリーグレベル比較やっていきたいなと思っております。まあプレミアリーグだけにプレミア感のある背景とともにやってきましたと。で、実際ですね、メンツの安定感っていうのはものすごいと思ってますので、はい、ぜひこの動画見て比較を参考にしていただきたいなと思っております。で、僕の独断偏見ではあるんですけど、 S から C の評価ですね。で、リーグ1の時も言ったんですけど、今日からライブアップデートのない評価に戻しておりますので、はい、そんな感じで参考にしてみてください。ではですね、早速いきましょう。レッツゴー。はい、まずは美容家、基本的には使わないが希少性は他にない特徴を持っている選手ということで、一発目アダマトラオル選手ですね。はい、来ました、肉弾戦車ということで、もうイメージ通りの能力すぎてめちゃめちゃ笑ってしまいましたね。スピード瞬発99、カンストにフィジコン96ということで、もうここ圧倒的な強さですよね。さらにドリブル面なんかもすごく高いので、めちゃめちゃいいなって思いました。で、その反面ですね、まあオフェンスセンスや決定力、スタミナがかなり低めなので、まあかなり能力としては偏ってる形ですよね。まあただね、このフィジコンとスピシュンの共存っていうのは一回使ってみたい感じありますし、まあアダマトラオレ選手自体好きな方すごく多いと思いますので、はい、そういう方はぜひ狙っていただきたいなと思ってますね。はい、ということで次行きましょう。はい、次はですね、グレアリッシュ選手ですね。まずは言わせてください、アストンビラ残留おめでとうございます。いや、最終節でもゴール決めてましたし、彼自身もチーム最多先発でチーム得点王かな。いや、すごかったっすね。ペペレイナもプレミア残留できてめちゃめちゃ喜んでましたね。はい、で、強化度かなり高くて、オフェンスですプラス8を筆頭に全体が4から5強化されてますよね。で、まあチャンスメーカーらしいなと思っていて、能力はですね、ドリブルパス中心にスピード瞬発もしっかり高いですし、まあスキルもいい感じですと。で、まあ普通に優秀なんですけど、ただやっぱりチャンスメーカーはですね、結構いい選手がもうゴロゴロいるので、いざ起用するかって考えたら、今後ライブアップデートない環境だとちょっと厳しいのかなと思いましたね。個人的にはスキルでスルーパスなんかも惜しかったかなというところで、まあ無難に優秀ですけど、まあ今回は B 評価にさせていただきました。ということで次行きましょう。はい、ここからはですね、 A 評価、能力がそこそこ高い選手、戦術や好みが合えば使いたい選手ということで、一発目ミナ選手ですね。ミナはですね、3度目の登場ということで、とにかくミナは高い、それに尽きるのかなと思っていて、身長195センチにジャンプ99、フィジコン99、ヘディング99ということで、もうとんでもないことになってますよね。ザ・ウォールって感じなんですけど、まあ今回インターセプトなんかも追加されましたので、安定感っていうのはすごく増したのかなと思っております。ただ DHS86 だったりとか、まあコンディション安定度5、足元の平凡さなんかを考えると、まあ A 評価なのかなって感じですかね。ただこの高さっていうのは本当クロシービーの中でも最高級なので、高さを重視する方は全然ガチスカもあるんじゃないかなと思っております。で、以前のミナと比較すると、まあ今回文句なしの最強ですかね。ただ1回目のミナがですね、決定力が高いのとワンタッチシュート持ってますので、CF でミナ使うっていうね、変わり者がいたら、そういった方はですね、1回目使っていただくといいんじゃないかなと思います。ということで次行きましょう。はい、次はですね、レイノ選手ですね。今回のガチャの守護神枠ということで、まあ安定でレイノはいつも強いっすね。毎回言うんですけど、ドンナルンマやノイア、クルトワがいればそっち使うんですけど、いなければですね、その次のランクとしてはもう最高ランクなのかなと思っております。身長もいいですし、ゴールキーパー能力も高いし、テーラーのパンドキックもあって、コガも6ということで、はい、全体のレベル非常に高いのかなと思っております。で、以前のですね、レイノと比較すると、まあこれが1枚目でこれが2枚目なんですけど、まあこんなに変わっちゃってええのって感じで強化されてますので、はい、これは乗り換え安定でいいのかなと思います。ということで次行きましょう。はい、次はですね、ヨンジュ選手ですね。この選手レスターのセンターバックということで、なんだろう、僕さ、ちょっとちゃんと調べられてないんですけど、ちょっとアジアの血が入ってるのかな、アジアっぽい顔だなっていつも思って勝手に親近感湧いてるんですけど、まあしっかり強いセンターバックって感じですかね。まあディフェンス能力やフィジカルしっかり強いですし、マンマーク、インターセプト持ちで、まあ身長もしっかりあるので、大きな欠点もなく、センターバックのバリエーションが少なければガチスカでも全然やれるのかなと思っております。で、確かに強いんですけど、まあスピードはそこそこなのと、足元は波なので、まあ今後のライブアップデート C 環境だと超優先度下がるのかなって感じですね。ライブアップデート残ってればなって感じはしましたね。はい、ということで次行きましょう。はい、ここからはですね、 A プラ評価、能力が非常に高くガチスカ級選手ということで、一発目ブルーノ・フェルナンデス選手ですね。アイコンすげえかっこいいのに若干顔が事故ってるっていうね、これインスタ女子だったらブチギレ案件かなと思うんですけど、まあ普段はもっとかっこいいので安心してください。はい、ブルーノ・フェルナンデス最終節もしっかりゴール決めてましたね。この選手はもう何度も説明してるので軽くって感じですけど、まあ中型アップデでワンパも追加されて、オンラインでの使用頻度もかなり上がってますよね。で、今回はですね、初のピック力完走だったりとか、まあ全体的に非常にバランスのいい能力値なので、見
列目からの友達としてもガチ塚最優先候補に入ってくるんじゃないかなと思っております。で以前のですねブルーノと比較するとこれ1枚目マスポルティング時代から乗り換えでこの習慣とはですね結構好み次第ではあるんですけど個人的には全体的な強化を考慮して今回でいいのかなと思います。で2枚目で言うと5と6は乗り換えで直近のポルトガルで言うとですね実はポルトガル国代表の方がオフェンスセンスがプラス3されてますのではいここ持ってる方は乗り換えなしでいいのかなと思います。ということで次行きましょう。はい次はですねソン・フンミン選手ですね。ソン・フンミン結構欲しい方今回多いんじゃないかな。でこれなんでかっていうと実はだいぶ長い間出てきてなくて実は中型アップデート後初登場なんですよね。だからまあ6ヶ月ぐらいは出てきてないって形になるんですけど中型アップデートで強化されてるのでそこも含めると今回が完全究極体ソン・フンミンなのかなと思います。てかこう見ると相当バランスいい能力値してますよね。フィジカル以外の数値が全体的に85超えてくるのでいやそれは強いよなって感じですね。でその中でインレシにしては非常に高いオフェンスセンス97に決定力も93ありますのでいやー素晴らしいな。でスキルもレベル高いですよね。ドリブルシュート系じゃなくてチェイシングも持ってるっていうのもすごくいいのかなと思っております。で FP リシャルリソンとがっつり比較してみたんですけどまあ総合値98同じで逆足系も全く同じでスキルもほぼ互角ということですげー似てるなって思っていたんですけどまあオフェンスセンスボディコンスタミナパス系はソン・フンミンで逆にですねフィジコンヘディングディフェンス能力なんかはリシャルリソンということでまあそれぞれちょっと違ったタイプな感じではあるんですけど個人的にはですねソン・フンミンのオフェンスセンスの高さっていうのはかなり魅力的だと思ってますのでどっちか選べって言われたら僕はちょっとソン・フンミン使うかなって思いましたね。はいで以前のですねソン・フンミンと比較するとこれディフェンスセンスがですね大きく下がってるのはこれ中型プレーの影響でその代わり攻撃面がぐっと高くなってますのではいこれは乗り換え安定でいいのかなと思います。ということで次行きましょう。はい次はですねアグエロ選手ですね。まあ安定のあたりかな。週間のベンゼマと同じく総合値99ということでいや強いですね。トップ強化がですねキック力なので今まで以上の得点能力を発揮できるアグエロ様が爆誕したのかなと思っております。で相変わらずの圧倒的な得点能力に足元スピードしっかり高いですしまあスキルもシュート系しっかり豊富で今後7ということで今後のシー固定環境だとより輝ける選手なのかなと思っております。ただスタミナがですね84とレベルまでも結構低いのでまあ前後半どちらかでの交代っていうのは必須になってくるのかなと思います。まあスパサルラインブレーカーと交換するのが一番いいと思いますね。はいで以前のですねアグエロと比較するとはいこれは過去最強かな。まさにアグエロって感じのね総合値99なので乗り換えでいいんじゃないかなと思っております。ということで次行きましょう。はい次はですねデクラン・ライス選手ですね。個人的な隠れ超大当たりだと思ってるんですけど皆さん朝食はパン派ですかライス派ですかということで僕はライス派なんですけど通常でもかなり話題になっていたデクラン・ライスが今回ついに FP 初登場ということで全体的にグッと強くなっていて総合値も98まで上がってきてますからね。はい全て90超えてくるディフェンス能力に高いパス数値ドリブルもありますしあと注目はこのフィジカルですよね。身長もありますし中盤で競り勝てる強さがあるっていうのはライスの何よりも魅力なのかなと思っております。でスキルも悪くないですし今回のスルパ追加もすごくでかいですよね。まあ DMF で使うのであればワンパを追加できたらより強くなるのかなと思っております。で起用ポイントなんですけどこれ結構迷いそうだなと思っていて順当にいけば登録ポジションの DMF なんですけど、はい、センターバックでも全然やれるような感じはしてますので、はい、どっちでもいける数値っていうのがすごくいいですよね。なので当たった方はぜひ両方試していただいて、まあ、マッチする方で使っていただければいいのかなと思っております。でハードプレスの DMF で比較してみたんですけど、はい、カンテも今回版に修正しつつがっつり比較してみました。でこう見るとカンテとビエラがトップ数値総なめしてますしかなりエグいんですけどライスってなんか2人のいいとこ取りしてる感がすごくあって足元やパスはですね、まあ、カンテに近い形でビエラよりもありますし逆にですね高さはカンテはあんまりないんですけどビエラみたいな感じでしっかりあるのでそれでいてディフェンス能力もあることを考えるとなんだろうなカンテとビエラを足して2で割ったハイブリッドなハードプレスそんな感じなのかなと思っております。なので僕としてはすごく当てておきたい選手の一人ですね。はいということで次行きましょう。はい A プラ最後はですねまあほぼ S 評価のファンダイク選手ですね。まあ、前回から A プラにしてるんですけど今後の C 固定環境を見据えるのであれば正直ですね使う頻度かなり増えてくるんじゃないかなと思っております。まあディフェンス能力フィジカルはしっかり高いですしスピードや足元も最低限ありますよね。でスキルもかなりいいですし極めつけはコンディション安定度8ということでこれが今後の環境だとかなり生きてくるんですよね。クリバリアバランもスピード面だったりとか総合的な強さはかなり魅力的なんですけどやっぱ C 固定になってくると今後安定度が今まで以上に大事になってくるので、はい僕もガチスカのセンターバックはダイク使おうかなって思ってますね。はいで以前のですねダイクとの比較なんですけど、はいこれが1枚目で次これが2枚目ということでまあ過去最強でいいですかね。国代表もしっかり凌駕してきましたのではい悪くないっすね
ということで次行きましょう。はい、最後は S 評価ぶっ壊れ選手、基本的に誰が見ても当たりの選手ということでカンテ選手ですね。来ました、一瞬ねゴールキーパーかと見間違えるほどの能力構成ということで、これが世界のエンゴロさんですよ。こう見るとマジで能力高いですよね。スキルも考案もバッチリですし、まあ持ってない方はぜひこの機会に当てていただきたいのかなと思っております。まあライスやビエラほどね身長がない分、足元の技術の高さだったりとか、あとやっぱスキルでワンパ持ってるっていうのもすごくでかいと思ってるので、はい、また違った小回りの良さというか違った強さがあるのかなと思っております。このカンテをね無制限で当てられるのはさすがにあかんて。でさっきと同じ表なんですけど、ハードプレスの比較ということで、こう見ると圧巻の数値ですよね。ディフェンス能力や足元はトップ数値総なめですし、スピードもしっかりあるのがいいですよね。なのでこう見てもカンテはやっぱり別次元の強さなのかなっていうのは思いましたね。はい、で以前のですねカンテと比較すると、これも文句なしの過去最強でいいですかね。まあ1回目からですねちょっとフィジコンが下がってるんですけど、まあ全体の数値上昇でかいので、はい、問題なく過去最強でいいのかなと思います。ということで今回ですねプレミアリーグ一気に比較させていただきました。いかがだったでしょうか。結構迷ってる方いると思いますので、この動画見て判断していただけたらすごく嬉しいなと思っております。いいと思ったら高評価、チャンネル登録していただけるとすごくすごく励みになりますので、よかったらよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。本日も動画見てくださってありがとうございました。本日の選手のクイズはこちらになります。ちょっとね昨日のリーグアンのねあの比較の中でラフォンを A 評価にしたんですけど、まあそれ確かにちょっといろいろ言われて、まあ A プラでもよかったなって思ってるので、ちょっとね固定コメントの方に思い書いといたので、よかったら見ておいてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。いつもありがとうございます。バイバイ。